HE0107 から5240は、頬王座の方角、太陽系からおよそ3万6000光年離れたところにある太陽の8割程度の質量を持つと見られる構成である。難点の明るいクソのカタログ化などを目的とした、ハンブルク、エーソ、装填観測で収録された天体の中で、金属欠乏性候補を追観測することで、発見され、二千二年に、 ハンブルク大学のノーベルとクリストリーブラーにより発表された。名前の HE0107 から5240は、ハンブルク、A 素の頭文字と、天体の座標を組み合わせたものである。追観測は、オーストラリアのサイディングスプリング天文台で行われ、さらに高分解能のスペクトルが、地理のヨーロッパ南天天文台の、超大型望遠鏡 VLTE によって取得され、 HE0107 から5240が原子量の大きい金属が異常に少ない超金属欠乏性であることが分かった。2005年にはサイズが小さく鉄が少ないという HE0107 から5240と似たような性質を持つ HE1327 から2326が発見されている。2014年にはさらに 鉄の量が少ない SMSSJ31300.36 から67839.3の発見も報告されている。構成元素に金属が、とても少なく、金属量の目安となる鉄、水素存在比、FE、H はマイナス5以下で、太陽の20万分の一でしかない。また、年齢が120億年とも推定される非常に古い、構成で、 約130億年前、ビッグバンの直後、最初に誕生した恒星の超新星残骸からできたと考えられる。この恒星は、初期の宇宙にできた星としては、比較的質量が小さい。それゆえに、これほど寿命が長くなったとも言える。質量が大きい星ほど寿命が短いため、早く死を迎えることになる。質量が小さい理由としては、 連生の片割れであった可能性があると考えられている。ありがとうございます。